きげんよう、山口あゆきです。今日も日の丸のピックでやります。今日はね、アーモンテルンパの夜は更けてを歌いたいと思います。はい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 。この曲、昭和27年の曲で、歌手の渡辺浜子さんが歌われていましたが、この曲がすごくね、意味深いというかすごい曲だなと思って、今回弾き語りでぜひお届けできたらいいなと思っています。でこの曲作られたきっかけなんですけど、モンテルンパっていうのはフィリピンなんですけど、フィリピンのニュービリビット刑務所に多数のね日本の兵隊さんが捕まっていました、収監されていました。この曲、アーモンテルンパ夜は更けての、歌詞そして曲は捕虜になっていた方々が、作られました。歌詞は元少尉の城田銀太郎さんという方です。この方は長野県出身の方ですね。作曲されたのが伊藤正康さんという方です。元タイの方ですね。この方は愛知県の出身で、共に、死刑判決を受けておられました。死を待つだけの方もたくさん中にはいて、もうすでに14人がもう処刑されるっていう風に当時はなってたそうなんですけど、その中で曲を作られたそうなんです。モンテルンパのニュービリビット刑務所にたくさん の日本の兵隊さんが捕まっているっていうことを知った歌手の渡辺浜子さんが、お香を、刑務所に送るんですね。でその同年の年に刑務所から手紙が届くんですね。手紙と歌詞とか楽譜がこう届いたそうなんです。でその時にもうこれは曲歌わないといけないなと思われて、リアルなその思いを瞬時にこうレコードに入れて発売したわけなんですね。だからすごいたくさんの方にも反響があって、売り上げもすごくねたくさん売り上げたそうなんですけど、その翌年かなの、昭和28年かなに渡辺浜子さんが刑務所に行くんです。ニュービリビット刑務所に。でそこで歌うんですよね。でその時にこの歌詞を作られた城田さんだったりとか、曲を作った正康さんだったりとか、たくさんの日本の兵隊さん、その皆さんの前で歌うんですけど、そこでねなんかもう本当にこうみんなが涙して、アーモンテルンパの夜は更けて歌って、立ってみんなこう一緒に歌ったっていうエピソードがあります。でその後刑務所の中でもそうですけど、フィリピンの政府の方々がこうね、いろんな思いを抱いていただき、全員日本の兵隊さんは釈放されて日本に帰ってきたっていうお話なんですけど、なんやろ、一つの音楽でたくさんのこう命が救われたじゃないですけど、いろんな、ね、意見とか思いとかあると思うんですけど、やはりその日本を守るために戦いに行かれた兵隊さん、一つの音楽曲がきっかけでこうして日本の兵隊さんが家族の元に帰ってくることができたっていうのは本当に心から良かったなと思う気持ちと、その渡辺浜子さんのその勇気というか、もう覚悟を決めて刑務所に行ったっていうところも、すごく強い凛々しい優しさじゃないですけど、同じ女性としていろんな思いを抱きました。そんな意味合いも込めて、この曲を歌いたいと思います。聴いてください。